皆さんこんばんは、うんのです。うんの塾のうんのです。今日はですね、6月2日の夕刻バージョンを皆さんにお見せしています。今日のテーマはインドの経済はこれ以上ないほど打撃を受けている、そしてコロナの感染は依然として増加しているという、5月23日の記事を分析して皆さんに報告します。で、ちょっと短い時間ですけれども、ちょっとだけ運の塾の宣伝させてください。運の塾は英語で水曜日と土曜日やっております。水曜日はエコノミストの解説を夜やってまして、これは中級向けです。土曜日の午前中ですけど、これは日本の精神をやってまして、日本人の心ですねはどういうふうな心なのか、どうやって我々はそれをもう一度日本人の矜持として持ったらいいのかということを英語で解説しています。で、5用語号はですね、世界の政治経済で、今はですね、どちらかとヨーロッパの方とは日本人ほとんど議論しないような八庫一宮とかですね、靖国神社とか東京裁判とか、そういったようなことを議論しています。で、あと各週月曜日には土曜日の午後のディベートの復習をやっています。それではですね、今日のインドの話に入る前に、インドのですね、コロナウイルスの今の現在の新しい情報をお話します。今現在インドではですね、感染の数が174,020人で、死者が4,981人。これはですね、どういうことを意味しているかというと、ドイツよりいいんですね。で、ただ本当にこの数字が正しいかどうかっていうのを、インドの14億あるね、国民の中で本当にこの数字が正確に表しているのかどうかということはちょっと分かりませんけれども、数字から見る限り、この上がドイツですか、183,500人、それからフランスとかイタリーとか UK と比べてもものすごくいい数字なんですね。で、それがとりあえずそういうことです。モディさんね、頑張ってるのは事実です。それでですね、今インドの状況はっていうと、これは赤がですね、赤っていうか小豆色が死者ですね。その間のがリカバリーで、オレンジ色がアクティブケースですから今の感染者です。で、インドはまだまだ感染途中というふうに、拡大途中と見てください。まだピーク迎えてません。それからですね、韓国のですね、今回のですね、これはコロナウイルスに対して、政治家の評価ですね、なんとモディさんがですね 82% でものすごい高い。それからモリソンですが、これはニュージーランドですかね。それからメルケルがニュージーランド66、メルケルが56、イギリスが55、トランプが43、ボルソナーロの悪評高いボルソナーロが41、マクロンが、フランスマクロンが33、安倍さん低いですね、31。まあ、モディがやたら高い。やっぱりさっきのこの、数字見ていただきますとですね、インドはすごくいいんですね。やっぱり、そういうふうなことです。それからあとですね、統計情報で、1.9 ドル1日あたりっていうのは、極貧ですね。ものすごく貧しいレベルの比率ですけど、これ統計データがないんですね。で、2011年で、21% ですから、14億の 21% ですから、2億ぐらいですね。1.9 ドルって貧しいですね。今でもそんなに変わらないかと思いますけれども、そうですね、そういうことです。まあ、人口は、これ、13億、大体14億です、今は。2018ですけど、20年ですね。それから、ジニ係数っていうか、1人当たりのですね、レベルですけど、パーキャピタですから、2000ドルですね。それから GDP グロースが 6.8%、まあ 7% ぐらいということで、これは前情報です。で、早速中身をですね、説明していきますが、これインドのあれですけど、これがですね、失業率ですね、この3月の下旬からですね、25%、27% にアップしてるっていう、それまでは 10% 以下でずっとやってきたのが、コロナウイルスで 25% 以上増えたという統計データを示してますね。じゃあ早速ですね、中身入っていきますけど、インドはですね、先ほど数字示したように、
すごくいいんですね。で、最も厳格なロックダウンをして2ヶ月経ったわけですけれども、インドは今2つのジレンマがある。で、1つはですね、自宅待機は確かにウイルスの拡大を抑えた。で、さっきの数字が拡大を抑えてますね。スウェーデンよりも死者が少ないって言いますけど、実際にはこれ、この時よりですね、データがちょっと変化しまして、まあ、ほぼ変わりませんけど、スウェーデン1000万人なんですね。で、インドはその134倍ですけど、大体同じぐらいですね。死者がですね、スウェーデンが4220、インドが4546ですから、まあ、インドの方が多いですけど、まあ、非常によくコントロールしているということを言いたいと思います。で、それでも十分でないというのは、まだまだインドは拡大してるんですね。1日に150の死者が出ていて、未だに多くなっているって、さっきのグラフでこうずっと伸びてるっていう状況が示しています。それから、あと、ロックダウン以前よりもですね、インド、今回の、コロナウイルスのために、世界からインド人が、インド国内の出稼ぎに行ってる人が自分の郷里に帰ってきて、感染者が増えてしまった、拡大してしまったっていう、そういう経緯があります。それから、先進国よりも経済的なダメージが大きいというのはですね、さっき示しましたように、3月に1億4000万人以上が失業したわけですね。突然、失業になったわけです。で、失業者はですね、8% から、なんと前例のない26% に上昇したって、先ほど示したグラフですね。あと、正確な数字は分かんないんですけど、出稼ぎ労働者が何人いるか本当は分かんない。ただ、ここでは1000万から8000万という非常に大きな幅で言ってますけど、すなわち露天商とか、いわゆる一般の労働者とか、それから工場の労働者が失業してですね、国に帰った。ニューデリーでも100万人いるんですけど、彼らはだから、お金がなくて帰れない人もいるんですね。それから数百万人の海外労働者が送金できず、国に帰ろうとしても、帰ろうとしてるけども、帰れがなくて帰れないっていう。で、正規の労働者の、正規の労働者のうちの 10% がきちんとお金払われていますけども、それも安定しているわけではないということです。で、解雇が増加しているというのが今の状況です。で、この四半期は年換算で 45% 経済が縮小して、今年は 5% 減少するというふうに言っています。ですから、さっきお見せしたこの、インドの成長率ですね、どれぐらいかって今年分かりませんが、2018年で 6.8 ですから、7% すればですね、ほとんど成長しないっていうことですね。5% 減少するってことは。で、下半期は大きく戻るけれども、かなり景気刺激策がないと 12.5% の経済が縮小するって言ってるんですね。で、モディはですね、景気刺激策をやると言ってるんです。で、2650億ドル、GDP の 10% の刺激策を公表したんですね。で、これによって政府と州の財政赤字が 12% になると言って、債務率、GDP と債務の比率ですね、80% になります。しかも多くの人は政策が機能しないと言ってるんですね。それはなぜかと言いますとですね、文字の政策は需要が、要するにデマンドを押し上げる、需要を押し上げる代わりに、非常に貧しい人は、さっき極貧と言いましたけど、ここですね、1.9ドル、1日ですね、1.9ドル以下の人は 21%、今も変わらないと思うんですけど、2億人近くいるんですね。で、そういうところにですね、助けるためにモディがやったのは、貸付保証などの供給が、だから、への刺激と促進で、そうしたことに対しての効果はすぐには出てこないと。だから、しかも実際にモディが約束したのは GDP の 10% ではなくて、0.7 から 1.3% の支援だけだということなんですね。だから、確かに危機がいつ終わるか分かんないんで、先進国よりもはるかに少ないけれども、小出しにして準備しておくという考え方もあると、実際そういうことをやってるわけですね。で、貧しい人にお金をあげる代わりに、これ案ですけど、雇用を増やすために小企業に資金を提供するという考えもあると。さらにもう一つの案としては、政府は農村仕事を作るための資金ですね、を提供する。
を提供する考えもあるけれども、モディは反対してるんです。でそうした取り組みによって農産物の流通を全国的に展開できるようにすれば、新興者が助かるだけでなく政府の財政にも貢献できるはずだと言ってるんですね。そういう意見もある。ところがモディの出し身を批判している人もいます。これはどういうふうなことを言ってるかというと、2人のノーベル賞受賞者が毎月家庭に100ドル支給したらどうかと言ってます。でこれはどういうことかというと、直接家庭にあげればですね、途中の搾取がないだろうと言ってるんですね。で実際今どうしてるかというと、モディは2億人の貧困女性に毎月 6.6 ドルですね、それから7000万人の農家に1回帰りの26ドルを支給したわけですね。でインド人の 60% が1日あたり3ドル以下の 3.2 ドル以下ですが、さっき示したのはですね、21% が 1.9 ドル以下ですね。ですから2億人ですけど、ここではまだ3ドル 3.2 ドルでも 60% ですから、14億ですから8億ぐらいの人が 3.2 ドル以下なんですね。だからこの金額ではしのげないっていうことなんですよ。で仕事を作り出すための需要が喚起できないということで、たださっきも示しましたように、モディの支持率 82% すごい高いんですね。でそれはだからやっぱり彼はそれだけ信用されてるんですね。でさらにですね、このコロナの前からの不良債権が累積しているんです。で中央政府と政府と中央銀行が貸し付けによって経済活性化しようと考えているんですけど、不良債権はまだ解決しないのに、また貸し出せばさらに問題が起こるかもしれないというのはこのレポートですね。ですからそういう意味ではですね、こう見た限りでは、まあ、なんていうかな、全然ダメじゃないのみたいなところですけど、まあモディに対する信頼がすごく強いんですね。でそれはね、理由としてはね、ここ想像するのはですね、このインドの場合は死者がね、感染者もそうですけど、感染者も死者も やたら少ない。だからロックダウンが非常によくされてるんですね。ただね、ここで見たように、その経済的にロックダウンの後、今後どう、今まだまだ感染が広がってるんで、こういう状況です。感染が広がってるんで、そういう意味ではそれをどうやって抑えるかということにですね、インドの方々は注目してるんで、彼の支持率は高いんですけど、その後、じゃあ経済をどうやってね、ロックダウンしてれば当然彼らは稼げないんで、失業者がここに書いてあるように、とんでもない失業率ですね、26% の失業率出てるんで、でそういうふうな人たちのですね、1億4000万以上の失業者が出てる中で、じゃあそれがいつまで持つわけじゃないんですね。それがどうなるのかっていうことが、来月、再来月、ピークアウトしてきたときに、インドが問題が出てくる。でそれをどういうふうにモディさんが解決するのか。だって今、出し惜しみしてるのは、彼、インドそんな豊かじゃありませんから、今その時のために資金を用意しようというのが多分彼の意図でしょうね。ただ、この14億の国民に2650億ドルってのはいかにも少ないと思いますね。それで、今後どうなるのかっていうのが、まだちょっと結果出てこない。ただ今抑えてるのは事実です。それに対する、彼に対する支持率は非常に上がってる。ですけど、1ヶ月後、2ヶ月後、ピークアウトした時に、じゃあどうやってこの経済的なダメージを克服するのかっていうのが次のインドの課題ではないかというふうに思います。で、今日の話はこれで、終わります。また、